昇格。昇格は、軍船の選手推薦下に取り付けられる、体当たり攻撃用の固定武装である。英語では、ラムと呼ばれる、選手推薦下前方に大きく突き出た角の形状をしており、軍船同士の接近戦において、敵船の側面に突撃して、推進力を生み出す。艦の列を破壊して、機動性を奪ったり、その船腹を突き破って、推薦下に浸水させ、行動不能かないし撃沈することを目的とする。突き破った昇格を引き抜くと敵船は、船腹の破口から大浸水が起きる。こうした用法のため、木製船の時代では、昇格は、船体の他の部分とは別に強力な素材で製作され、本格的な軍船では、金属が、また簡易なものでは先端を尖らせた丸太が用いられた。副次的効果として、船首での増波抵抗を低減する後のバルバスバウに類する効果があった。歴史的には、紀元前の古代、ギリシアなどの軍船において、すでに昇格が装備されていた。当時はまだ火器がなく、海戦といえば、昇格で敵船の運動能力を奪ったり、撃沈するのが中心であった。弓矢やバリスタ、カタパルト等での刃、あるいは軍船同士が接近して敵船に乗り移り、白兵戦を行う方法もあったが、昇格戦が最も一般的であった。それ以外の国においても、昇格を装備した、あるいは昇格を装備しない軍船であっても、体当たりは、海戦の主要な戦法であった。古代から、帆船は広く普及していたものの、風次第で、航行の自由度が大きく制限されるため、軍船では、櫓や櫂を用いての人力動力が中心であった。日本では、和船は構造強度の点で外部からの衝撃に弱かったため、体当たり戦法は用いられなかった。近世になって大砲が軍艦に搭載されると、昇格戦は主流ではなくなった。これは大砲を多数装備することと引き換えに、櫓や櫂、及びそれを動かす人員の装備が制限され、軍船においても帆船が主流となり、昇格戦が実用性を失ったからである。例えばアルマダの海戦、1588年では、昇格戦を仕掛けようとするスペイン海軍艦隊に、対してイギリス海軍艦隊は逃げ帰、結果的に勝利をものにしている。とはいえ、艦載砲の射程はまだ短く、また、威力不足で船体を完全破壊することは不可能であった。よって、自立航行が不可能なほどの損害を与えることや、甲板上の兵士を死傷させ戦闘力を失わせるの、当時の艦砲の主目的であったのだが、まだ榴弾が実用化されておらず砲弾は、非炸裂性であったため、小型の大砲を大量に装備して、物量で補うしかなかった。そのため接近戦が主流であり、接舷して、海兵隊を乗り込ませて、白兵戦で決着をつけることがしばしば行われる状況であり、昇格は船体そのものへの破壊戦術としての効果を期待されて装備され続け、近代になって大砲の威力が飛躍的に向上すると、従来の戦列艦のような小型砲を大量に搭載した艦は、砲の威力が小さい上に防御上の弱点を抱え、廃れることとなった。19世紀後半には、艦載砲の数を減らして、木造軍艦に、鉄板で装甲が施されるようになり、装甲艦が誕生する。装甲艦の普及により、再び艦載砲の貫通力や、命中精度がこれを打ち抜くのに不足とされ、かつ、戦列艦の時代よりも艦載砲の数が減少しているため、昇格戦が再び脚光を浴びた。立佐海戦、1866年や幾家の海戦。1879年がこの例である。もう一つの理由として、同時期において、蒸気機関の実用がなされ、艦船においても、蒸気推進が主流となったからである。風により航行が制限される帆船と異なり、航行の自由度が高まり、かつ、速度性能も向上したため、当然の帰結として、昇格戦の実用性、及び、効果の度合いも高まったと考えられた。このため、イギリスのポリフィーマス、アメリカのなどの昇格攻撃に特化した、昇格艦が次々と建造された。だが、これらの昇格管は昇格に特化しすぎて、しのげなみ性が著しく欠如しており、速力を上げるために火砲をほとんど搭載していなかったことから、通常兵力としても期待できず、いずれも実戦に投入されることなく退役していった。さらに、日清戦争の公開開戦、1894年時においては、新国北洋水師の定遠などが昇格を備え、日本海軍連合艦隊と戦闘を行ったが、警戒艦艇で構成された連合艦隊は、昇格攻撃をかわし、かつ速射砲により多数の砲弾を浴びせることにより、北洋水師艦艇に対し損害を与えている。近代軍艦における昇格は20世紀初頭まで装備された。日露戦争時には、両軍の主力艦に装備されていたが、日本海海戦においては、数千メートル離れた距離からの砲撃のみによって、戦艦を撃沈できことが明らかになった。その後間もなく昇格は装備されなくなり、ワシントン海軍軍縮条約による旧式主力艦の廃艦で1920年代にほぼ消滅する。艦載砲の射程、命中精度、砲弾威力の向上、魚雷の登場等によって、股間同士の接近戦が再び遠のいたためである。昇格が装備されなくなった、もう一つの理由に、総艦を誤って、味方同士で衝突した場合に大事故となってしまうということがある。実際の事故事例として、有名なものに、1893年に、地中海で演習中のイギリス戦艦、キャンパーダウンが、ビクトリアに衝突して沈めてしまった、例、死者358名と、日露戦争中の1904年5月に、黄海で、日本巡洋艦、春日が、吉野に衝突して沈めてしまった、例、死者300名以上がある。日本海軍ではこれを機に1905年1月寄港の筑波型巡洋戦艦以降の新造艦は各国に先駆けて昇格を廃止している。第二次世界大戦中の1943年に日本駆逐艦天霧がアメリカ魚雷艇 PT-109 艇長ジョン・カイ・ケネディ海軍中尉を監視からの体当たりで沈めた事例、実態は、アニヤの出会い頭の衝突事故近代海戦では、珍しい体当たり戦であるが、この時代の艦艇には、昇格は装備されていない。第一次世界大戦において、潜水艦が海戦に大規模に用いられるようになると、水上戦闘艦が潜水艦に体当たりを敢行して撃沈する。という事例が発生したドレッドノート、オリンピックなど、第二次世界大戦でもしばしば潜水艦に対する水上戦闘艦の体当たり攻撃が発生した。対潜水艦戦闘において体当たりは駆逐艦が水中に砲撃するには潜水艦と近づきにていた場合の代替手段であった。1944年に日本輸送船、いず丸が日本陸軍潜水艇、U3001 を敵艦と5人して体当たりし、双方が勝敗に至った事例は、5人による同士撃ちながら、その一例である。第二次世界大戦後においても、潜水艦はまだ通常動力型が多く、シュノーケルを海面に露出して先進度で航行する、敵船を体当たりで撃沈する状況も、対潜戦闘において発生しうる、とされていたため、対潜を任務とする、水上艦艇において、船首材、ステムを強化し、船首水線下の先端部を対戦用の昇格として用いる状況が想定されていた。日本が戦後初の国産護衛艦として建造した春、風型護衛艦でも増波抵抗の低減を図るためにバルバスバウとされた船首水線下先端部は対戦用昇格として用いることを考慮し、構造が強化されている。これらの対戦用昇格は、原子力潜水艦の実用化により、潜水艦の潜水航行能力が飛躍的に向上したこと、さらには水上艦艇が装備する対潜兵装の性能が向上したため、装備されることはなくなった。21世紀に入り建造された水上戦闘艦では、アメリカのズムールド級ミサイル駆逐艦のように、水面上より水面下の方が前方に突き出ている。艦首形状を持つものがあるが、これは選手推薦下を突き出すことにより、波浪を乗り越えるのではなく、貫通することで、増波抵抗を減少させることを狙ったもので、体当たり戦術を目的とした昇格とは異なる。SF の世界でも、ジュール・ベルヌの小説、海底2万里のノーチラス号や、H.G. ウェルズの小説、宇宙戦争のサンダー・チャイルドといった昇格を装備した艦船がしばしば登場している。特殊な用例としては、松本零士の漫画、宇宙海賊キャプテンハーロックのアルカディア号や、アニメ、機動戦士 V ガンダムのリーンホースジュニアなどのように、宇宙戦艦に昇格が装備されているとする設定がなされることもある。また、映画、海底軍艦の航天号などに見られる、艦首に装備されたドリルも昇格の一辺形であると言える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。